はい、まずですね、小林さんから、はい、この結果のために無理するのが当たり前なんてない、はい、どういうことでしょうか。いや、なんか昔とかはやっぱり結構練習どれだけしてこうどういう練習してっていうのはすごく大切だったんですけど、まあ、今はすごく自分にとって何が大切か、 何をやればいいかみたいなとか、やっぱりメンタルの部分とかがすごく重要になってくるんじゃないかなと思ってます。お二人は無理するほど一生懸命こうネタ合わせをしたりとかっていうことは、ああ最初からあんまりやってないですね。はい、なんかこれ以上やっても型崩れるなと思ったら、はい、ある程度ストップしとこうかっていうの。あれ一回あったのが、二人とも眠すぎた状態でネタ合わせしたら、最後のオチまでたどり着かなかった練習でね、だからこれ以上やってもしょうがないって言ってたよね、はい、無理しない方がいいっていう、はい、だから練習もそこまで突き詰めすぎると良くないんで、やりすぎないようにしてるんですけど、たまに練習不足がたたってネタ飛びますね、はい、ちょうどいいところが ね多いんですよ控室で結構ね、ジャンプの話で盛り上がってましたが、お二人は。いや、僕が本当に昔からスキージャンプ大好きで、うん、特にその小学校の時とかは本当にスキージャンプの選手になりたくて、本当に、はい、子供の本当に言ってましたよ。でも僕地元が南の方なんで、うん、雪もジャンプでもなかったんですよ。だから近くの公園行ってブランコに乗って踏切の練習してましたね、はい、本当に、はい、すごいですね。ちょっと今日一回フォームとか僕のジャンプのフォーム見てもらっていいですか。あ、大丈夫です。ちょっとやらしてよ、はい、あ、大丈夫です。やっていい。風の抵抗、風の抵抗大丈夫？風の抵抗大丈夫？どうだ？ 19.5、 19.5、 18点、 19点、 以上です以上でございます細かい、めちゃくちゃディティール細かい、細かい、すごい、ありがとうございます。